こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽庵小玉です。今日は草履の前つぼと言ってですね、お草履のここの前の部分、ここの部分を取り替えると雰囲気が非常に変わったりとか、まあ、あとは革のものは丈夫なんですけど、布のものにすると当たりが非常に柔らかくなるので、足が痛くなりにくいということで、その前つぼの交換の仕方ということについてお話をさせていただきます。ということで、今もお話したように、まあ、前つぼというのは基本的にこうした、まあ形のもので、このつぼ色だけ、まあ、例えば上のようなチアカと下の黒、これは革製ですね。からあと、あ、同じ色の方がいいか。まあ、同じチアカのものでも、上のものは、布製、下のものは、革製という感じで、まあ、こういうふうにいろいろあります。で、前つぼをちょっと変えるだけで雰囲気ってすごく変わるので、今ちょっと画像を動かさせていただいて、まあ、ここの部分ですね。今、このものは黒がついてますけど、例えばここをまあ、こうした感じでチアカにすると、ちょっと履いた時に前つぼが目立つので、で、まあ、こうした革のもの、それから同じ前つぼでも、まあ、こうして布のもので、布物のものでも、例えば今の赤からこうしたからしとかですね、から品のいいこういうちょっと青磁色とか、まあ、こうした薄い紫とかいう感じで、前つぼの感じで非常に印象変わるんですね。で、まあ、それとともに今お話したように、あの革のものは、まあ、非常にこう丈夫で耐久性があるんですけど、まあ、布のものより、ちょっとしっかり硬いので、ちょっと気持ち当たりがあるという方もいらっしゃいます。なので今日はちょっとこの前つぼのところの交換の仕方ということで、お話をしたいと思うんですけど、まあ、前もやったように、基本的にこのまた釘というのを外していただいて、で、一旦この前つぼの結び目をですね、
まあこんな感じでちょっと前つぼの結び目を解いてですね、でこのように鼻緒の前を持ってですね、こう引っ張ってもらうとこうやって抜けるんですね。ですので、で前つぼというのは2つを前でこういう形で縫ってありますので、まずここの部分を切ってちょっと解いてですね、そうするとこうした感じで前つぼだけが外れるんですね。なのでこちらの位置に、今日はこうしたちょっと濃紺の前つぼをつけてみたいと思うんですけど、まずこうして鼻緒にかけてまっすぐ下にしたときに長さが同じになるように、そしてあえて今日はちょっと分かりやすいようにちょっと白い糸を使いますけど、基本は、前つぼと同じような色糸を使ってですね縫うんですけど、基本的に鼻緒がこう鼻緒から前つぼがゆるゆるしないようにしっかりと、縫って、まあ、こんな感じで少しちょっとぐるぐると回して。見えますかね、こんな感じで鼻緒のこう根元というかに、まあこの前つぼが動かないのでしっかりと結びつけてですね、
そしてこの鼻を今のこの前つぼの位置から通してあげてですね、ちょっとここを鼻を入れるところだけはちょっと指先で持ってちょっとクックッとでこうグッと中に引き入れていただくと、基本的にもともとこういう黒だった前つぼが、こうした濃紺に今なってますね。で前にあの前つぼを緩める動画でもやったように、基本的にこの中の T 字の T 字のこの金具を前つぼ2つの間に入れてですね、でグッと結んで、で反対方向、これも鼻緒のこうなんていうんですかね、かける方向を交互にだいたい3回ですね、3回こうした形で結んでいただいて、で前つぼを持って少しグッと引っ張っといてあげてですね、ですのであんまりこう前つぼを緩くはしない方がいいですね。で基本的に、まあ、これぐらい長さがあれば、今見ていただいたように本来的に言うと必要以上の長さの部分は、切り取ってしまうんですけれども、まあ、今はちょっとあの実験的にやってるので切り取らず、ここの鼻緒の入れるところの溝というか、そこに残りの分をこう入れるような基本、まあ、こうして入れたら、まあ、本来だったら金槌みたいなものでちょっとこう叩いていただいて、ちょっとフラットにへこまして、で綿釘を元のこの
釘屋根ですね。差し込むようにしていただいて、でグッと押し付ければ、まあこんな感じで、これで、前壺の交換が終わったって感じですね。ですので、まあ元々はこちらの、本革の黒の前壺がついていたものを、今回は布製の、まあ、こちらの紺色の前壺にちょっと交換をしたっていう感じなんですけど、基本的に当然あの布製の方が足のこう、ま、股にか、なんていうんですかね、かかる力は弱くなるので、当たりも柔らかいですし、ただ丈夫さを考えると、本革の方が丈夫だと思うんですね。まあこんな感じで、前壺の交換が終わったという感じです。ですので、まあ前壺の交換っていうのは、まあ今言ったように当たりがこう強くて痛いなという時もそうだと思うんですけど、あのちょっとこう今色を変えただけでも雰囲気変わるので。前壺だけちょっと交換してあげても、ね、ちょっとおしゃれ度が増すという感じになるので、まあ、こういうあの鼻を後すげのものであれば前壺の交換っていうのができますので、ちょっと気分転換にこの前壺を、変えてみるのも一つなんじゃないかなというふうに思います。ということで本日は、ちょっと前壺の当たりがきつい時や雰囲気を変えたいときに前壺を交換するということについて、前壺の交換の仕方ということについてお話をさせていただきました。もう一度ちょっと画像を動かしていただいて、ということで、本日は、まあ、こうしたお草履の、前壺の交換の仕方ということについてお話をさせていただきました。ということで本日も以上、ありがとうございました。